Ladies and gentlemen、 ここで飛び入りのファイターが登場です。10年前、堂島の竜と恐れられ、自分の組長をその手にかけた仁義なき極道、キルカズマ。迎え撃つはここまで2人勝ち抜き、帝国第9殺人逃亡犯ダニエル・フェルドマン。さあ、時間無制限、ルールなし。挑戦者が決まったようです。驚きです。なんと負け知らずのあの男が帰ってきました。過去3年このリングで全勝無敗、ベガスの地下リングチャンピオン、ゲリー・バスターホーズ。よう、また会ったな。奇遇ですね、キルザ。即死と副上司、お好みは？その日本語意味分かって使ってんのか？無敵の極道隊、無敗の地下王者、注目の一戦、今ゴングです。すぐ終わらすね。
助、今新チャンピオン誕生。次はお前が仕事する番だぜ。安心しろ、約束は守る。俺はフェアだって言ったろ。東条会の100億と由美と水木って女の話だったな。東条会三代目は金が盗まれたことを隠していた。だがそれを錦山って直系組長が緊急幹部会で暴露したんだ。三代目を殺したのは俺は錦山だと踏んでる。奴の動きは四代目の椅子を狙っているようにしか見えねえかもしれんな。だが今の東条会は群雄割拠だ。三代目は死に、後目もまだ決まってねえ。となれば100億取り戻した男が四代目だろう。錦山のたった一言の引き金で共食いの泥沼、任侠が聞いて呆れるぜ。100億を奪ったのは由美って女だ。こいつは匿名の垂れ込みがあったらしい。何？東条会で裏取ってるうち、妹の水木が事件の直前からアレス閉めて行方くらましているのが分かった。いよいよ本星ってわけだが、二人とも見つかりやしねえ。それで水木の娘遥か。なんだって？東条会は水木の娘を探している。遥か今俺と一緒にいるんだ。遥か、そうだったのか。一昨日顔を隠した妙な女が来てな。そいつが探してくれって言ったこの名前が確か遥かだった。それが由美か水木ってことは。さあな、女の顔は見たが俺にはそれが由美って女か水木って女かもわからねえ。得体のわからんやつとは仕事もできねえからな。丁重にお帰りいただいた。なんだ、そうか、分かった。お前に客だ。客？見に行くぞ。足元注意しろ。何？驚いていいぜ。ここが西の河原の本当の姿だ。5年前警視庁は50台のカメラを取り付けた。テロ防止なんかが名目だが、所詮大して役には立ってねえ。だがよ、俺は実際にこの目で見てるんだ。1万台のカメラを設置してな。おい、客の様子を見せろ。はい。伊達さん、チカ、何があったんだ？やつの行動をたどってみるか。やつの映ってる他の映像を出してみろ。伊達か、なんとも落ちぶれちまったもんだ。伊達さんを知ってるのか？ボス、10分前の映像です。ん？トラブルです。なんだ？ライブ映像に回します。キリュウ、伊達がヤバいぞ。おい伊達さん、すまねえ、ハルカが。分かってる。おい、こいつデカだぞ。そうだ、間違いねえ。俺はな、昔こいつにパクられたんだ。もう十分だろ。まだだ。100回殺しても足らねえ。腕にしても引っかんでる。一発殴んねえと気が済まねえ。バラしまえ。そうだ、バラしまった方がいい。何言っても無駄か。
ああ、無駄だ。あんたの話聞く義理はねえ。なんだよ、どうする気だ。よせ、キリュウ。そんなにこの人やりてえなら俺を倒してからにしろ。呆れた強さだな。あんたがサイの花や。久しぶりですね、伊達さん。キリュウ、例の子さらった車はバッティングセンターに止まった。安心しろ、この情報量はつけにしといてやる。ああ。あいつは元警官だ。警察の情報を横流ししてたのを俺が告発したんだ。そのあとは知らねえが、こんなとこで会うとはな。キリュウ、ハルカさらったのは真島組の奴らだ。真島組？よりによって真島の兄さんか。